始まってますか。テレ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 テテテテテン。ということで、重たい週明けの空気をサッカーでちょっと明るく。それでは皆さんご唱和ください。週明けイレブンということで、今日もご唱和いただけず始まりました。7回目でございます。ラッキーセブン、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークでございます。はい、はい。司会の松村ラス松田でございます。そして近所フットボール義勇軍のオットナー参謀長である。はい、オットナー参謀長でございます。サッカー愛する2人でお送りするこの番組は、週末のサッカーを余すことなくお送りし、さらに味わい深いサッカーとその中で生まれたドラマを皆様にご紹介させていただく画期的な情報番組でございます。よく言えた。ということでですね、本日も盛りだくさんで、お届けしてまいります。早速まず行っちゃっていいですか。もう前置きなしでいきます。あ、じゃあもうユニフォームささっと紹介してください。ルーマニアです。はい、以上ルーマニアです。タジ、はい、94年アメリカ。私、物議いろいろ醸し出しました。今月5月1日から、はい、今月のプレジデントユニオン早速来てもらってますが、おいおいおい、アフリカの U、アルジェリア。アルジェリア、ハリル・ホジッチ。もっとね、ブラジル大会の時にハリル・ホジッチが率いてたアルジェリアを、今月5月のプレゼント。はい。はい、なんと言わ後で詳しくプレゼント企画の話はしますが、はい、今日はですね、今夜というか、今日火曜日、いつも月曜日なんですけど、昨日の月曜日まで、はい、あのゴールデンウィークのこの連休の祝日 で、最初の3連休です。あの、はい、地域リーグが月曜日の試合あったんで、うん、まあ、その結果も全部お伝えしようと思って、はい、火曜日、ちょっとイレギュラーですけど、はい、あのどっちにしろ週明けみたいなもんなんで。うん、みたいなもんなんで、ね。で、あとですね、今週ちょっと、あのいつもと違うのは、はい、今日ライブです、まさに。おお、あ、バラしちゃいました。これライブ今時間8時37分、はい、ね。そうですね。ついに我々 Wi-Fi の環境をゲットしまして、あのバンちゃんのおかげでね。今日はい、皆さんの書き込みも、はい、チラチラ、あの面白かったら取り上げたいなと思います。ついにコメントを拾うという。早速こんばんはと、生放送と聞いてと書いていただいて、どんどんあの書き込みしていただければと思いますので。よろしくお願いします。もうあと今日諸事ありまして、私ちょっと、はい、あのモニターの音声聞いてますが、気にしないでください。はい、もう以上すらスタッフに私からの、はいはい、ご挨拶でした。ありがとうございます。早速じゃあ今週のJリーグヘッドラインの方からいきますか。はい。はい、お願いします。はい、試合結果と、順位表ですね、うん、25、28、水曜日と土曜日の、まず結果を見ていただいております。そして、皆さん向かって右側にあるんですかね、順位表、うん、サンフレッチェが1位、2位が FC 東京、なんと、そして3位が川崎フロンターレ、うん、岩手順当、そして、最下位は名古屋グランパスで、サガン、鳥栖、ガンバと続いていると。で、なんと15位に鹿島アントラーズがいます。皆さん、サッカーを知らないけど今見てますという方はね、この衝撃に、ぜひお気づきください。鹿島アントラーズが15位です。戦々恐々、恐ろしい。鹿島、神戸に引き分け、そして、湘南じゃない、マリノスだったかな、横浜 F マリノスに 3-0 の完封負けを喫する。そうですね、 3-0 と見事な、いやマリノスが見事な勝利でね、すごいですね、うん、これはすごい、ちょっとびっくり。まあでもアントラーズって今ちょうどこう選手、若い選手と入れ替える途中なんでね、はい、この 1,2 シーズン経つとまたこうぐわっと上がるのが鹿島のこの25年の哲学のあるクラブなんで ね、はい、そうですね、あんまり心配してないと。で、あとあの紹介したあのベルマーレ、あ、はい、ライザップベルマーレが10位です。はい、ありがとうございます。ではでは、はい、 J2、 はい、4月の28日土曜日に行われた試合の結果と、それに伴う順位表ということで、1位が大分4-3、すみません、いきなり点数食いつきますけど、4-3ってまたね、ガチンコの試合で、でこれ大分首位キープでしょ。町田取りたかったでしょう ね、 この試合ね、町田は多分前節まで5位か4位とかいい位置だったんでね。そうですね、いわゆる6ポイントマッチってやつです。はい、で6ポイントマッチの結果ゼルビア8位までいきますから ね、 ね、こういうことになるんですよね。いや、序盤ってこういうことがあるんですね、うん。そして、どっかあります、愛媛 FC が最下位でした。あ、はい、あ、そうですか。はい、まあまあ、愛媛 FC 頑張ってください。はい、じゃあ J3 いきましょう。はい、ドン、お、沼津、アスクラロ沼津首位、これが J3 です、うんうんうん、J3 の結果も4月28日、第8節ですね、沼津が鳥取に、あの好調ガイナーレに、結構ね、序盤4月ずっと首位だった鳥取がここからちょっとずるずるっとね、そうですよね、4位まで落ちてしまって、そして YSCC 横浜が2位、 YS 見事、セレッソアンダー23が3位、うん、なるほど、
だから YSCC がグンと上がってきたわけですね、うん、カターレが下から2番目、もうアンダー23が3位と最下位と、もうすごいな、はい、J リーグチーム群雄割拠、はい、これが J3 でございます、 J3 でしたということで相模原11位、はい、ちょっと違いましたね、はい、ということで、続きまして、J トピックス、J リーグの主なトピック、日本代表編もですね、週明けヘッドライン J リーグ編でございます、はい、上から読んでいきます、お願いします。 J1 ビファーレ長崎リーグ5連勝ならず、広島が平和記念マッチを制す、平和記念ね、記念祈る方の、はい、はい、祈る方の記念でございます、そして、日本一を決める自衛官だらけのサッカー大会が閉幕これこっち、これあの格上げされました日本代表クラスにまああの JFA からあの盾とかもらえますからね日本サッカー協会が認める大会、これあの後ほど詳しいレポートをお送りします、ひいきがすごいな続きまして、成田空港で、まあ、これ読んでいいですか、どうぞ、クソのように扱われ、ゴミ箱に捨てられた発言、まあ、ハリロコジッチさんですね、はいはい、続きまして J2、バンフォーレ甲府、バンフォーレ甲府吉田監督会に、あ、出ました、早いですね、はい、まだ4月の終わりなのに、ねうん、早い、まあまあまあ続きまして、はい、春の珍事、前半途中で弾幕片付け、うん、これは J3 の北陸の方かなもうこれは触れません、これもあの早いですねこの時期にみたいな、もうね怖い、まあ、こんな5本ですけど、はい、松田さんどうぞ選んでください、1本、それはもうやっぱりね、あの記者会見でしょう、うん、真ん中、成田空港で、クソのように扱われ、ゴミ箱に捨てられた発言、はい、まあ、これは各民放メディアがね、はい、こぞって放送したときに、ここの役だけ忖度して、うん、すごく綺麗になってなんで、あえて我々はあの こういうことをハリルが言ってたよという、はい、でちょっと深掘り、ぜひどうぞ。ハリルホジッチさん、記者会見をしました、日本記者クラブでね、日本記者クラブで、うん、あれですよね、参謀長の予想通り、あ、はいはい、僕はあの外国人特派協会かなと思ったけど似たようなもんですね、あ、そうそうそう、まあ、そう、やっぱりね、第三機構って言ったらいいですか ね、うん、ね、中立な立場のところでやったので、通訳が日渡さんじゃなかったと、はいはい、で、まあ、女性の方が、翻訳してたので、ものすごくこうナチュラルに伝わってたと思うんですね、うん、そして、それを聞いた、皆さんの反応、サポーターのおおむね、うん、さすがハリルと、やっぱその感情に任せてギャンギャンなんかこうぶちまけちゃうのかなと思いきや、あ、なるほど、最後まで見事なプレゼンテーション、なるほどね、うん、用意準備万端でやったんでしょ、はい、そうですね、うん、なんかそれについてコメントありますないですか、うん、とりあえず今ライブはいいですね、コメントが絡めるしという、はい、早速こう生放送ありがとうございます、もう皆さんあの多分あどっちかというと自衛官だらけの方にみんな食いついてくれるいやもうさすが週明けイレブンファンの方々、はい、皆さんありがとうございます、でこれ記者会見は見ましたか、はい、見ました、生で見ましたよ、そうですか、あの YouTube とあのなんかいろんなね、あのいろんなサッカーメディアもね、そうそうそう、こう YouTube ライブとかいろいろやってましたね、やってました、やってました、うん、あのやっぱね、アシスさんが泣いてらっしゃるところとかも、あ、なんかね、あの質問者でね、あのいろいろね、ダバディさんが急に英語の通訳になったりね、あのすごいなんかね、映画みたいでした、なるほど、ね、エンターテインメントでした、すごい面白かったです、まだ私1秒も見てないんで、ちょっとねゴールデンウィーク忙しいとかね、ちょっと自衛隊の方で忙しくてあの文章が見つかったりいろいろしたんでね、自衛あのアーカイブ残ってるでしょ、どっかに、そうですね、ちゃんと見ます、はい、はい、ぜひぜひ、これに後半に見ますじゃん、はい、はい、ということで週明けヘッドライン、じゃあこれが今週の J リーグ編でございます、 J リーグ日本代表編以上、 J トピックスでございました、はい、ありがとうございます、さあ次、はい、続きまして JFL でございます、うん、第7節試合結果、 JFL 奈良クラブ負けました、はベルスパ勝ちましたでもねソニー仙台やっぱ強いですね、あ、ようやくあれですね、こう本領発揮、最初っていうかね、ホンダロックが初黒星じゃないですか、そうですね、これね、はい、そしてラインメラオムにも勝って、あ、シティがこう上位、ホンダと武蔵野シティの上位対決はこれホンダも6点っていうね、いやこれハマってる形ですよ、ホンダが、そうですね、うん、もう1点取ったらハマっちゃったってやつですよね、そうですよ、はい、こんな感じで、さあ順位表、 FC 大阪が上がってきました、おお、 FC 大阪が上がってきました、なんか、なるほど、はい、あとはもうバンダーレが、バンナマ TV でうんうん、うん、8位のバンダーレを盛り上げていただき、はい、さあボトム8はちょっと奈良クラブがね、あの薩川さん開幕調子良かった奈良クラブがちょっとずるずるって今下がって、ね、
またもうなかなかとっつきづらい記者会見になってしまう。うん、なるほど。ちょっと納得いかないね。こうやってね。視力検査からやってほしいねなんていうことをね言ったか言わないか追いかけられないんで申し訳ないですけどね。はい、またベルスパ頑張って。うん。大分。ということで、うん、はい、次が地域リーグ。我々、週明けイレブンは地域リーグのとこ、レジオナルリーグ、はい、Rリーグと呼んでおります。はい、そして、いつもご紹介しております、9つリーグがございます。働きながらね、やってる選手と早い、はい、見てくださいということで、東北一部、2節。お、ゼブラ勝ち。おお、来た。いや、向かい風に立ち向かってるな。いいね。いいよ、斉藤くん。斉藤くん。個人的な今、メッセージ。はい、次どうぞ。さあ、1位。お、新日鉄、住金、釜石。さすがっすね。富士クラブ。はい。で、ゼブラ、ゼブラ、5位。こんな感じですね。まあ、そうですね。10位にメリー。そして、2部の北。一節。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。いいスタッフがね、うちの動こうとしますから。僕ら二人はどうだって、はい、画面読んでる。ちょっとグイグイ動きますから、少々お待ちくださいね。大宮、はい、大宮坂クラブ3点。そして、あ、サルタ工業。あ、来ました。私が先週食いついたアウトレイ時間のあるチーム名、サルタ工業が9点っていう。すごいですね。追い出しは引き分け。いやこれ順位表まで行くんですか、これは。行きましょう。あ、サルタ、サルタ工業に。サルタ、もう僕はね、もう、こう東北2部の北はもう、今シーズンとしてサルタ工業に僕は食いつきたいと思います。名前だけでいく、うん、ポマードつけてくれてるのかな監督はみたいな、ね、はい、まあでもね、まだ2節ですからね。そして、南、うん、FC パラフレンチ来ました。パラフレンチ、パラフレンチも気になってるチーム名です。残念ながら2得点止まり。大山サッカークラブ、そして順位、これはもう1試合しかなかったんでそんなに動いてないんで ね、いわきが首位のままということで、はい、いわき FC 強いな。こんな感じです。なるほど、相馬サッカークラブ7位。さあ関東一部、うん、4節来ましたよ関東。これはまあ5試合毎週言ってるんでね、はい、すごいですね。2試合目のボンズ8点っていうのはね。そうですね、うん、もうざわついてましたよツイッターが、ね、あと一番下がね、はい、横浜と東京の 2-2 っていうのは、ね、あ、そう、松田さん現地行ってたって、ね、はい、解説に行きましたけど、はい、横浜たけるね、いいサッカーするんですよ。そうですか、すげえ面白かったですこれ、うん、で東京ユナイテッドがなんとお完封されたと。お、埼玉 FC、 これは順位が気になる。さあ順位の方出ますか。順位お願いします。はい、ドンボンズ、ウーバー、うん、浦安、はい、ジョイフルホンダ、つくば、東京23と横浜だけるが6位7位、はい、お、なんかコメント来てる。重たい。ちょっと待ってください。じゃあ今日は生放送なんでね、ちゃんと対応しますよ。我々生放送に対応するだけのことをね、もうファミレスで語りに語ってきたんで、今ライブコメントで重たいを、うん、出てますが、はい、実は参謀長目の前に私自分の PC でブラウザ開いてますけど、うん、そう、参謀長チェックも入ってますからね。参謀長チェックでいくと、あ、重たそうですね。参謀長チェックだと重たいな。やっぱりなかなか生放送はね、こういう難しさがあるんで、これアーカイブに残ったら皆さんもう一回通して見れるので、フリーズしてるだけで音は多分聞けてるとは思うんですけど、ね、なるほど、画像は映ってると思うんで。ただあれですね、順位表が今まだ映ってない状況なんですね。フリーズ音声出力が小さくないですか。ありがとうございます。はい、あげました。はい、じゃあ次、はい、2部ですね。はい、あ、ちょっとね、あ、今戻りました。これ戻ってないですね。ゆっくり重たく動画が動いていってると。やっぱり生放送のね、 Wi-Fi 環境がやっぱちょっと難しいっすよこれは。はい、はい、じゃあ関東リーグ2部、4節このまま進めさせていただきます。トナン前橋、アマラオ 2-0 で勝ちました。アマラオ監督。そしてエスペランサ SC が、5得点で勝ちと。で、早稲田ユナイテッドもコブラを下したと、うん、これ横浜たけるの次にやってた試合だったんですけど、コブラ残念ながらホーム扱いで勝てなかったということで、順位表いくでしょうか。順位表ドン、順位表皆さん映ってないかもしれないですけども、アーカイブではこのまま見れるのでお楽しみいただければということで、1位と2位勝ち点10で並んでおります。都南前橋と TUY 勝ち点10で、神奈川県教員サッカークラブ9で追ってると。いや、教員サッカークラブが2部制して1部に行ったらちょっと面白いですよね、うん、1部を教員の人たちが戦うということになるわけですね、うんうんうん、それはそれでね、ちょっと面白いもんがあるなっていう。あとはまあ、エリース FC 東京は、なんとか
あのもしあのお近くで、見れそうな方はぜひ行って、ちょっとでもね応援していただければきっと選手の力になると思いますので、うん、よろしくお願いしますということで、はい、じゃあ次の、はい、北信越リーグ一部、アルティスター様対 FC 上田ジェンシャンが11-1コールドゲームね。参謀長、開幕戦にアルティスタ行きましたけど、はい、その時も8点か7点か、うん、はい、でジェンシャンは逆にサウルコスと開幕戦でその時も9失点ぐらいして2試合で20失点ぐらいじゃないですかね、はい、なかなかですね。でジャパンサッカーカレッジが 5-0 で、はいはい、経大って言うんですかね、経済大学 FC なんですかね、これ、うん、09経大 FC。 ジャパンサッカーカレッジが強くなるのはね、実は日本にサッカーにとってもいいことかもしれない、はい、新潟のね、うん、アルビックス新潟とも提携してるからですね。そうそうそう、提携してるところですからね、はい、ここにあの夢を持った少年たちが行くわけですから、はい、そしてそのジャパンサッカーカレッジは3位タイ、そしてサウルコスがあのこの間ね特集させていただいた2位に落ち、アルティスター様が1位に、うん、なぜかというと得失点差がプラス17だからプラス17驚異ですね。すごいな。そして FC 上田ジェンシャンが8位と今ですね、はい、どうぞあの順位表なり、うんうん、いやもう今松田さんにどんどん進めてってもらっていいですか。はい、今年からエリス東京 FC は取れましたという、うん、あのコメントもいただきまして、未来のハーブが超久々でした。あ、もうねやっぱねこれ生放送の唯一のいいところはあのカクカクなんですけども、あのコメントをねちょっと僕もあの見させていただいてて、生で皆さんの声が聞けてるのはすごいありがたい。そして、北信越リーグ2部第2節アンテロープ塩尻、もうついにアンテロープ 1-0 で勝ちました。中野エスペラさんが2-1で勝つ、カモ FC が負けてしまうと。そして北陸大学フューチャーズが 1-0 で、カップス、これもうなんて読むんですかこれ、ちょっとカップスの名前教えてください、読み方。 1-0 で勝つということで、順位表出るでしょうか。ドン、アルティスタグランデ、勝ち点6で、中野エスペランサと北陸大学フューチャーズと並んでるんですけども、得失点差がプラス1ということで、今1位に躍り出てるともう北信越リーグ2部の第2節終了時、なんかすごい3チームに絞られそうな予感がしますね。まあ、そうですね、アンテロープがここで入ってこれるか来れないかが北信越リーグ2部を面白くするかしないかなってことですね。まあ、であの6位にまあちょっとあのまだ2節ですからね、勝ち点が取れてないチームは皆さん頑張ってくださいということで、まあ選手は走ってますから、なんとかねついてくるといいですねということで、続きまして関西リーグ1部来ました。阪南大が引き分け、 FC ティアモも引き分け、高砂ミネーロがおこしやすを下し、そして関大が、AS ラランジャ京都に勝つという引き分けが多い試合だったんですね。そして関西リーグ1部得点表、あ、順位表です、失礼、高砂ミネーロ、まあ2節終了ですからねまだ、うん、で関大 FC が続きまして、おおこしやすがまあ落ちましたけども3位で、そしてティアーモ7位じゃないか、ティアーモ阪南大にはせめて勝ってくれよこんなこと言うと怒られますね個人的な話でした、ございました。続きまして、関西リーグ2部、第2節こんな感じになっております。安易食品やっぱ強い、ボルベニールアスカ、ボルベニールとEZ02 明石ですかね、これは見事なガチンコの打ち合いですね。そして京都志向クラブが引き分けるということで、得点、あ、順位表です何度もして、レイジェンド滋賀、お、1位、お、すげえ、なるほどね。そして2位が京都志向クラブ、6位に安飲食品サッカー部、最後が関大クラブ2010ということで、まあ、関大はね、まあまあまあ関大の皆さんはまあモテますからねでもサッカーに集中していただいて、ここはなんとかこの7位の順位をねこれから挽回していただければ、 TR も点々ってもうそうなんですすいません、あの遅めにちょっとコメント拾ってますけども、未来の強いんです、そうなんですよ。はい、続きまして中国リーグ、第2節、順位表じゃない、結果このようになっております。松江シティ 3-0、 あー強えな、関、あれ関太平洋大学 FC 5-1、 こんな強かったっけ、初会場も 2-1、そして NTN 岡山が 2-0、 お、三菱水島 FC が 2-1 で負けてますよ。これ順位表どうなります、ドン、はい、順位表松江シティ、松江初開地、で、そうら島根、ここ
富士ゼロックス水島ね。今結構やっぱ三菱水島 FC が4位に落ちたのは結構なんかこう混戦を予想させる中国リーグですね、うん、第2節、まあでもまだ第2節ですからね、何度も言いますけども、はい、続きましてドンありますでしょうか。四国、四国高知アルベリオ8点、アルベリオやっぱもう先週言ってますけど ね、はい、アルベリオの頑張り次第なんだっつってね。でも KUFC 南国は11対1で、まあ、もう紅葉シーリングテクノがもう紅葉シーリングテクノが勝てない、順位表ください。なんかちょっとどうぞ、順位表は進めていただいて、はい、僕雑談しますけど、はい、お願いします。先ほどから各地域リーグでやっぱり10点とか入るゲーム、はい、ちょいちょい目立つと思うんですけど、はい、それでもそんなにね、はい、なんだろうな、J リーグだとなかなかない得点差だから、うん、そうですね、J リーグだと多分殺伐としてね、前半途中で弾幕片付けちゃうみたいなことになりがちだと思うんですけど、何度も触れるその話、地域リーグの人っていうのは、はい、そういうのも込みで全部見れてるから、はい、つまり相手チームと実力差距離感が分かった上でやってるの で、ね、同じリーグとはいえね、はい、だからまあ、一度そういう試合に見てみても、その選手はそういう差がありながらも、うん、そういう戦い方としてはね、うん、いやもう本当にね、しかもなのに真剣勝負っていうところを僕はちょっとこれは言いたいです。そうそう、別にだからみんな本気やってんですよ、ちゃんと無気力でなんかね、タコ殴りに合ってるわけじゃないんですよね、うん、本当に一生懸命やってもね、そうなんです、それだけ差があるので、上と下の差がね、はい、そうですね、うん、だからもう紅葉シーリングテクノの方は本気で試合したと普通に仕事しますからね、あえてすっごい無理くり例えるんですけど、はい、J1、J2、J3 ってあるじゃないですか、うん、だからオール J リーグリーグ戦みたいなのやった時に、はい、やっぱり鹿島アントラーズと鹿児島エネテとかやった場合みたいな、うん、みんな想像してほしいんですけど、まだまだチームの規模とかによってやっぱりこう戦力差があるから、当然1点決まりだしたらどんどん点入っちゃうみたいなことはね、うん、あるので、はい、ちょっと思いました。毎週のようにね、こうやって試合結果見ててね、うん、やっぱ8-0とか11とか11-0とかさ、はい、あるから、そうですね、まあそんな感じで、はい、すいません。じゃあ九州リーグ、はい、はい、はい、九州リーグ、ちょっとすいません、九州リーグ若干巻きでいきます。あ、沖縄エスパオ 3-1 勝ち。お、熊本教員集球だ勝てなかった、周遊団だね、周遊団ですね、友なんですね、 JFC 宮崎、はい、じゃあ順位表お願いします。はい、ドン、エスパオ強え、はい、4節終了してダントツ、ダントツではない、ね、単独ですね、トップ、そして開放銀行 SC はものすごく硬そうですね、はい、皆さん、開放銀行 SC の人なんかちょっとインタビュー見てみたいな、ちょっと面白そうですね。九州三菱自動車の人たちもね、結構しっかりしたガタイをしてそう、結構ガタイね、はい、ガタイの話したの、はい、すごそうはいあ、いや、キーパーぶち切れて怒号あるよってコメントめっちゃ、だそうなんです、それぐらいね、みんなちゃんと真剣に、そう、選手はそうそう、選手は真剣にやってる、だけどスタンドは急にね、はい、弾幕片付けたりはしませんよって繰り返しますけどね、最後までね、うん、そういうハートフルな気持ちでサッカーを見てほしいなっていうのがね、すげえリピートするな、何度でも言うけど、ね、売れる J-POP のサビみたいなのも、うん、はい、ということで、以上ですか、以上ですね、はい、じゃあニュース、R リーグ、そして R トピックスください。レジオナルリーグのトピックス、週明けヘッドライン、下部リーグ編でございます、地域リーグ編ね、JFL で、首位攻防戦、これはホンダと武蔵野シティですね、はい、はい、結果は皆さん、結果6人でね、はい、はい、そして岡山和也衝撃発言、おお、そして高知ユナイテッド運営資金を募金へ、なんとそして新入社員さんいらっしゃい、いらっしゃい、サウルコス福井が新入社員招待企画をしました。お客さんにね、スタジアムのね、はい、クラブがっていう意味じゃなくてね、クラブの新入社員じゃなくてね、はい、お客さんに各この4月入社だから、はい、新入社員の方いらっしゃいですね、はい、はい、そして土屋が、山岸が、元 J 選手が相次いで初ゴールと、あ、これ地域リーグのね、はい、僕バウルさんのゴール生で見てましたから、これは東京23の土屋選手、はい、ね、バウルこと、はい、で山岸さんは元ジェフの、そうです、ね、これボンズですね、ボンズです、うん、ボンズの山岸さんが、もともと J2、J1 で活躍した選手たちがね、うん、はい、いや、なんでね、関東リーグすげえなって言いましたね、さあここ で私選ぶの2番目、うん、岡山和成選手の衝撃発表、はい、何でしょうかこれは、原稿を読ませていただきます。
去年限りで JFL の奈良クラブを退団した岡山和成さんが5月23日水曜日、大阪のロフトプラスワンウエストにてイベントを開催することを発表。奈良クラブでの5年間のことや今後の活動について話すことを告知している。ラストには衝撃の発表もと予告しており、イベントの内容に要注目だということで、まあね、チームのムードメーカーというか全てを支えてきたあの岡山さんが、奈良クラブを退団しまして、そして、どうするのかなっていうのは、まあ、結構注目している方々も多かったと思うんですね、地域リーグを見てた方、はい、そしてその岡山さんがついに5月23日に、何かしら発表されると、大阪のロフトプラスワンウエストで、うんうん、はい、まだチケットあると思いますので、私も実は4年前の大阪ロフトプラスワンの、はい、うん、岡山さんが企画するトークイベント私も行ったんですけど、その時はまだ奈良クラブの現役選手で、はいはいはい、ちょうどJFL に上がるタイミングの時だったと思うんですけど、うんうん、いやね、78年生まれで186センチあり、ね、そしてね J クラブを8チーム渡り歩いて、ね、韓国まで行って、そう、こんな経験してる選手なかなかいないですよ。家買っちゃえと言われ、どこ行っても岡山家買っちゃえよと言われてる、ね、本当にサポーターからも愛されるね。そうですね、なので皆さんちょっと要チェックやなので、5月の23日なので、来月ぜひともチェックしてください。水曜日ですね、それ日は。そうです、水曜日です。わかりました。ぜひとも。ということで、はい、これが、前半戦でございました。週明けイレブン前半戦終わりまして、後半戦、皆さんお待ちかねでございます。S ノート。はい。S ノートの時間でございます。S ノート行きますが、ちょっと待ってくださいね。S ノート。ちょうど今日は本当、はい、本当に生中継、生配信なんで、今カクカクは直ってますよね、音も。そうですね、ちょっとこうしばらく岡山和成さん芸人宣言とかって書いてある。いやね、ちょっと今見てる方にちょっとはい、掲示板でリアクションしていただけるとありがたいんですが、はい、絵はカクカク直ってると思いますし、音もちゃんと、ね、直ってるか直ってないか皆さんちょっとコメントいただけると、別に全員じゃなくていいんで、はい、どなたか僕のは大丈夫ですよとか教えていただけるとですね、逆に選手からブーイングしないで切れられたこともっていう笑い、いいですね、これが地域リーグでございますよ、本当に。さあ、コメントはまだちょっと入ってはきてないですけども、多分これ、ね、時差があるんですよね。あ、なるほどね、ライブ1分ぐらいね。あ、まあまあ、でも参謀長チェックの方は今のところ問題ないので、このまま進めさせていただきます、はいはい、ということで今日何分まで？はい、そう、それでね、多分45分です。多分45分です。ちょっとオーバーするかもしれない。まあ押してますけど、ね、やりますよ。はい、もうすでにアディショナルあるんで。でですね、松田さん。はい。今週の参謀長レポートは、うん、はい、先週予告しました自衛隊サッカーの大会を取材してきてですね。ほ、はい、うん、先々週の金曜日に開幕したんですけど、うん、この一昨日3日前か、はい、土曜日三決と決勝が西ヶ丘であって、うん、はい、その試合まで生中継をね、そうですね、我々2人でね三決決勝ね、三決決勝やりまして、いやー、あれ面白かったっすね。非常に自衛隊サッカー短期間約10日間の中で6試合ぐらいやるという中をこう取材してたんですけどあまりにハード、はい、でその取材レポートなんですが、はい、今週はレポートその1で来週続きますまたぐんすか、ものすごいボリュームなんで、で今週はですねグループリーグに行ってきた模様をお伝えしたいんで、ちょっとじゃあいきなり絵見ながらね、皆さんと一緒にね、画質よりも音が大事、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、でですね、こちらどこだか分かりますか、松田さん、この絵を見て、代々木のところ、違います、あれ、これは世田谷区の駒沢オリンピック公園、駒台だ、ここにですね、駒沢オリンピックの駒沢の体育館と、公園なんかで皆さんランニングしてる、こう、ね、マラソンっていうかね、練習、うん、こうやってピクニックしてる、ここが駒沢補助というですね、うん、はい、ここで自衛隊のサッカー大会がスタートしました。ちょっとこれ、外観から、あれ人工芝のとこですよね、そうです、で、この今金網になってる、これ外側でね、皆さん春なんでね、こんな感じで見えますよ。あ、これは皆さん身内の方とかですか。いや、多分この公園で春を楽しむ人たち。それがサッカー場の方を向いて座ってらっしゃるんです。で、こんな感じで、ギャラリーがすごいですよ。見てます。で、振ると、はい、
こっちが駒沢第2球ですね、うん、で、あーなるほどね、これ今駒沢補助こんな感じで入っていきました、ね、あちょっと段差があるこういう感じ、あ懐かしいな、でですね、来ました、この日は厚木マーカスの、はい、初戦だったんです、そうですね、もうほぼフラメンコ、お、お泊まりしてない、ありがとうございますこれね、この S レポートは、うん、試合は雰囲気だけです、ああそうですね、どっちかというとインタビューがものすごい多いんで、あこんな感じでね、駒沢補助がやりましたよというの、ね、皆さんね、びっくりするぐらいこのマーカスが強いんですよですね、びっくりするぐらい西ヶ丘でね、いやーすごかったですね、素晴らしかったですね、もう往年のリスモエットラモスかっていう、そう雰囲気いいね、この近さで見れるんですよ駒沢補助は、いやーこう見てください、この、うん、この技術力まあ結果出てるんでね、厚木マーカスさんこの後決勝まで進んで優勝する、この左サイドのね、いやーいいクロス、うん、近くで見てるとね、あーなるほどね、でこう試合終わってですね、はい、こんな感じで自衛官同士です、この2チーム、レフリーもみんな自衛官、それがすごいですよ、これ試合後ですね、はい、グラウンド脇でミーティングして、この後監督のインタビューを聞いてますので、マーカスの山崎監督にインタビューを聞いてください、厚木マーカスの山崎監督です、今日からあの自衛隊サッカー大会が開幕で、この厚木マーカスというチームが どんなチームかというのを監督の方からちょっとご紹介いただきたいんですが、我々あの海上自衛隊の厚木基地、厚木航空基地に全員所属している、スタッフも選手も全員自衛官で構成されたチームになっております。を経てこう皆さんサッカーを経験している、そうですね、あの方たちが自衛官にまずなるっていう、そうですね、まずは、まあ、そこからそこへそうですよね、はい、高校サッカー、また大学サッカー、終えて、まあ、就職の一つとして、まあ、なおかつその自分の特許を生かせるサッカーチームがある厚木基地にこう一度その練習に参加したりとか、やはりこう選手たちは厚木基地 の、そのマーカスというチームがやっぱり一番強いというか魅力があるというのを知っててこう入ってくる、ではですね、まあ、関東リーグに所属していたりとか、市議員にいたということ、まあ、知ってる人は多いんで、まあ、入りたいということで結構そういう、まあ、練習に来たりとか、位置づけの大会年に1回、まあ、毎年この時期に、はい、あって、で歴史もあって第52回で半世紀、今年で50回、はいはい、やってまして、で、まあ、そもそも日本サッカー協会の協賛でやってる結構伝統ある大会で、はい、まあ、どこの基地も結構この大会に標準合わせて、まあ、我々はまあリーグ戦とか、はい、年間通してやってますけど、はい、この大会また特別で、はい、まあ、打倒マーカスじゃないですけど本当にそうですね、はい、全国のチームからすれば、まあ、我々も決して本当に簡単に勝てる大会じゃないんで、すごくいい大会だっていうのはこう普段の勤務の中でも少し会話に出るような、そうですね、52年も続いてるということはそういう浸透されてるってことですか、ね、はい、まあ、他のチームの情報も気になるんですけど結構この大会やっぱハードなんで、そうですね今神奈川県リーグ、県リーグ社会人リーグにも参戦してて、はいはい、一昨年まで関東2部にいらっしゃって、チームの目標としてはやはりまた関東リーグに復帰するっていうまずその第一と、あとやっぱこの自衛隊サッカー大会これだけはもう絶対に連覇するともうそれはこの放送をきっかけにぜひ皆さん注目してほしいなと思ってますので、 ありがたいです、引き続き、はい、追いかけて取材したいと思います、はい、Thank you.
守備しっかり入ってからだぞ。こうやって自分の好きなサッカーができるっていうところで、みんながこの全国大会っていうのをやはり目指して、日々の練習っていうのをやってますので、この大会がもう今回で52回目というところになるんですが、そういった大会があるいい目標、我々の草サッカーの中でもですね、いい練習の目標となってますので、この大会もこれから続けていただきたいのと、我々やっぱり国を守る人間として、正々堂々と戦ってっていうようなものはもうこれは変わらない信念ですので、しっかりと戦ってフェアプレーで勝ちを取りに行きたいと考えています。はい、今回浜松基地チームについてもなかなかこのステージまで最近残れてませんので、過去42回大会に一度準優勝して以来10年ぶりになりますので、ぜひ最後まで力を尽くして頑張りたい。この大会が一番我々にとっては大きな目標になってますので、これを目指して日々頑張っているところで、一応県、向こうで言えば県の西部リーグっていうところに所属してて、でやっぱ仕事とかあって人がどうしても集まらない、っていうのもあって、やっぱ県の2部とかに食い込めてないっていうのが現状です。静岡県リーグ。そうですね、はい、なるほど。で県の2部にいたんですけど、今もう一回若いやつも入ってきたので、そこから盛り上げていこうかなという段階になりますね。普段はその社会人リーグの県2部リーグも、ね、西部リーグというのもにも出ながら、はい、で自分はまたちょっと特色ですけど、はい、3部の方に選手登録はしてあって、はいはい、で単身赴任ちょっと出てる。この自衛隊の大会はその所属勤務先くくりで、なので浜松のチームとしてっていうことですね。はい、ことない方は埼玉県の今2部でやってて、はい、まあ、1回だけ県の一部にも上がったんですけど、まあ、1回そのまま1年で落ちたっていうのはあるんですけど、まあ散歩はやっぱ入間基地の中でも第三補給所っていう部隊の中でやってるチームなので、まあ、それはやっぱこのコミュニケーションの取り方であったりとか目指す方向っていうのはものすごく一致してるので、でその中でもみんなそう夏に来れる環境にありますので、ものすごくいいなと。もう窮地の中の方たちがたくさんいて、はいね、はい、自分が監督してたこともあるので、そうですね、はい、去年は監督した、去年は入間良かったなんで、自分は、はい、もう知ってる仲間で、ぜひうまくいけばね準決勝で当たれる可能性があるので、そうですか、まあ、僕としても去年入間良かったで準決勝で当たって負けてるんで、なるほど、もう一回リベンジ。やはり3歩を超えるというのは、そうですね、一つやっぱり一つのテーマ中ではですね、そこは一つで、まっ僕が敵として現れたっていうのも、なるほど、また、はい、なんかドラマじゃないですけどっていうのがあればいいのかなと。やっぱりまあ、フィジカルっていうのは本当に前面にあるんだけど、でもやっぱこういう人みんなの中でもそれぞれの特色のある地域ごとのサッカーっていうのをやれてるのはものすごくいい面白い、大会なのかなと思ってますね。いろんなそれぞれの特色を持ったチームが出てきて、はい、多い方ですよね。そうですね。個人的にはちょっと、まあ、今まで3歩と、入間でメダルっていうのは獲得してるので、まあ、優勝はないんですけど、はい、やっぱだからここに来てやっぱり3チーム目でやっぱメダル取りたいっていうのと、やっぱり一番輝いてるメダル欲しいなっていうのは、今
今までに自分は3本優勝したことあるけど自分はその時にいなかったんで、やっぱり優勝したいという思いでここまでやってきてるのでやりたいですね。良さは何か分かりますか？20回出てるんですけど過去は本当になんかこうちょっとフィジカルベースみたいなところで本当に力強いなっていうチームだったところですけど、まあ、今は上手い選手もものすごく特色のある選手が入ってきて、まあ、つなぎの部分でもいいプレーでしてるなというのもあるので、まあ、自分も厚木に勝つっていう思いで入ってきてるので、うん、なんとかそこはい、じゃあ準決勝で3歩を破り、ね、決勝でできればマーカスを破りと思ってメダルをぜひ浜松に今年は本当半年ぐらいはそれにかけてやってきました。ありがとうございます。先ほどのすみません川崎選手がもともと散歩にいて、うん、私は球児、浜松で、シフトしてるんですけど、散歩というのは第三国民場が略して散歩です。それもレジェンドのインタビュー。監督のインタビューと、大越監督がチームですか？この3本の大越監督と、はい、熊谷選手のインタビューがあ、特にやっぱり激しいながらもすごくクリーンなプレーっていうのが自衛隊のサッカーあると思い、まあ、1週間で普通サッカー5試合っていうのはありえない中 で、ね、そのハードなスケジュールの中で最後西ヶ丘で90分ゲームをやる。で本当に今までゲームをしてきて、まあ、1週間5試合やってきたのかっていうぐらいうちらは多分動けると思うので、最後90分また走り切って必ず王者のそのサッカーファンの方もそういういろんな目で見てもらって、まあ、自衛隊の盛況さっていうのを感じてもらえたらなと思います。もともとは常日頃の、まあ、我々も FC サンデボも県埼玉県の、社会人リーグ2部で活動してるんですけれども、そこのまずは基礎がありまして、で、全日サッカー大会っていう、まあ、1週間に7試合というスケジュールをこなすためのやっぱり体力と気力と精神力を日頃から、まあ、鍛えて、全日サッカー大会、まあ、サッカーのお祭りですよね、僕らで言ったら。そのお祭りを楽しむと、最高に楽しんで、僕らが楽しむことによって見てる人も楽しんでいただける大会だと思って、はい、日々臨んでおります。というのはそうですね、まあ、ファン、サポーターとは本当に近い距離で、はい、まあ、それが地域リーグのいいところでもあると思いますし、はい、まあ、そういう声援があってこその僕らは力の源でもありますので、はい、そこは本当に助かっている部分と、はい、助けられている部分と、でそれを、まあ、本当にありがたい当たり前のことだとは思わずに、日々そういう感謝をしながら活動しているのが今実情ですね。第三補給所というのはどういう、まあ、第三補給所っていうのは基本的には通信電子機器っていうのを扱っていて、飛行機の通信部分であったり、まあ、レーダーの通信部分っていうのをやってまして、まあその物品を管理して出荷したり、つまり入間の航空自衛隊の中のという意味ですよね。
ちょっとそういう補給の仕事をしてます。でもその1階にもその入間のサッカーのチームももちろん出てますし、います、ね、普段その方たちとこの第三補給所の、隊員といったんですか、はい、は同僚でもあるみたいな。チームもある、まあ、何十個の部隊があって、まあ、私たちは第三補給所という一つの部隊で、あと他に何十個もある部隊、その第三補給所以外の部隊が集まっているのが今回出ている入間基地サッカー部になります。 なので今大会も見てもある一つの部隊だけで出てるっていうのは毎年第三補給所だけで、それ以外は基地単位なんで、本来もっと大きい、もっと人数もいますし、なるほど、はい、非常にかそうですね、サッカーで言えばクラブチームだけ1チーム出てて、はい、あとは国の代表が出てきてるっていう、なんかそういうですね、そこに誇り持ってやってます。、はい、まあ、ちょっと詳しいこと言うと、シンガポールからこっち帰ってくるときに、まあ、イタリアのセリエ B を受ける、まあ、調整はついていたものの、まあ、私自身がその時すごく葛藤したのは、サッカー選手を5年光浴びたとして、まあ、当時26歳で、まあ、31歳とかになったときに、サッカーだけ知ってる自分でいいのかっていう思いがあって、でそうでなければ何かサッカーで育った自分に対しては、まあ、サッカーに何か恩返しできないかっていうところが、まあ、一番強く思ったところ でサッカーに培ってきたのは組織で戦うんで、組織力だったりリーダー性だったり体力っていう部分を、まあ、活かせる仕事と、あとサッカーの恩返しっていう部分が活かせる仕事は何かなっていう時に自衛官だったので、まあ、まずは自衛隊に入って、でその時の自衛隊のサッカーとか自衛官っていう組みはやっぱり基地内での活動が多かったんですけど、何か一つ自分が外に出て、まあ、こういう皆さんのツールを使いながら、まあ、伝えていくことで、まあ、自衛隊に対しての、考えだったり、まあ、価値というものを変えていきながら、まあ、過去の自衛隊から新しい自衛隊に変わっていければいいなっていう思いもあって、一つ自分で成し遂げようと思って、まあ、入りました。その自衛隊の中にサッカー部があるということはもうすでにご存知だったんですか、それとも帰国してから、まあ、帰国してから、まあ、そういう話を聞いて、で、まあ、今度はその細かい話になってしまうんですけど、まあ、厚木さんが16連覇してるんで、はい、まあ、その当時通常であれば誰もが厚木さんでサッカーやればいいんじゃないかと思うと思うんですけど、まあ、私が考えたのは2位か3位で優勝を目指せるチームに行って優勝させることも、まあ、私の過去の経験をその舞台に対して活かせるのかと思って、まあ、希望としては当時2位3位であった、まあ、FC サンデポに行って、まあ、優勝するまでやるぞっていう思いでいて、まあ、8年かかったんですけど、まあ、優勝できたというところにいたと思います。はい、レジェンド熱いな、すごいっすね。いや本当にね、松田さんこれちょっと俺も再放送見て、再放送見て、もう一回ね、ちゃんと聞きますよ。なかなか聞けない話をたくさん聞けて、これでも短くした方なんで。いや一個、はい、すごい演出だなと思ったのが、うん、そのサッカーに恩返しがしたいって言ってる、うん、熊谷さんの後ろをその恩返しされる子供たちが通るっていう、うん、家だね、これね、参謀長狙ったんじゃないかなっていう、うん、偶然ですか。ですけどね、まあレポート前半ということで、来週この準決勝、三決決勝は西ヶ丘の模様も含めてね、はい、来週もインタビューしてるんでね、西ヶ丘でね、やりましょう。前日でまたぐってすごいっすね。すごいね。いやでも本当ね、皆さんね、これね、お楽しみにって言えるぐらい本当に楽しみにしておいてもらって大丈夫なやつです、はい、スカパーでも流せるレベルって書いていただいたありがとうございます。ぜひスカパーの方、中学イレブンにご連絡いただければ。いやもう本当ね、頑張ってまいりますんで、最後に、審判団のお話、はい、ちょっとコメントでありましたので、はい、一応ね、ここのルールブックのところに、審判は自衛隊員の審判有資格者3級以上により編成された審判団などに、遺属するというふうに書かれているので、うん、基本的には自衛官の方が審判されているんですが、はい、決勝だけ、協会の方が来たんです。そうですね、西川岡の時は、はいはい、決勝だけです、はい、でその三決決勝の時ね、はい、なので今の、映像に映ってた審判の方は皆さん自衛官でした。すごい。でしかも4級じゃないですよ、3級以上持ってるんですよ。素晴らしい。いやだって結構4級だったら講習受けるだけですけどね、ちょっと
レベルがちげえなっていうぐらいのやつの、三月決勝の放送は来週お楽しみまたやります。ということで以上レポート今週終わりです。押し押しでございます、はい、いかがでしょうか S ノート皆さん情熱大陸情熱大陸ありがとうございます。じゃあ、最後に投稿コーナー、はい、生放送でなぜやってるのかと言いますと、4月、ずっと、先週までのね、まあ、そうですね、先週まではこのプレゼントはこのフランス代表ユニ、はい、アレフランスで今週今日から5月1日なんで5月放送なんで今松田さんアルジェリアアルジェリア代表が今月の5月すべて紹介した中から1本選びますという三宝町自腹プレゼント企画。そうですよ三宝町というか、まあ、番組の、ね、番組番組の予算でちゃんと買ってますから、はいはい、じゃあこのプレゼントが誰に当たるのかというかその前にまず新しい、はい、投稿からで、この紹介する投稿はこのアルジェリアの、募集今日からはねそうですね、うん、応募資格がある方ということで紹介させていただきます。そしてまず1本目ブリオベッカ・ウレッサポの山さん、はい、松田さん参謀長こんにちは。いつも放送を楽しみにしています。22日に柏の葉で行われました天皇杯千葉県予選で、出した弾幕ですとこれ弾幕出ました、ね、水分大事熱中症注意大事なことですね、はい、気温が高くなってきましたので観戦の際は熱中症、試合にヒートアップしすぎて暴言を吐かないように気をつけましょう。ぜひ浦安の試合にもお越しください。よろしくお願いします。行きます。ユニフォーム欲しいですということでいただきました。ありがとうございます。行くしかないですね。行きましょう。熱中症を注意しながら、うん、すごいですね。熱中症のショーなかなか難しいありがとうございました。さあそして、2本目次は2本目の H ドット、HANAGE つまり花毛さんですね、うん、はい、花毛さんからいただきました。三宝町松田さんこんばんは。こんばんは。今日の北信越リーグ一部アルティスタ浅間 VS 上田ジェンシャン、うん、11対1と後半ジェンシャンは暑さのせいか足をつる選手が続出し、大差になりましたと。作陸が、入場者数、708人、近くのチームということもあり開幕戦を200人近く上回りましたと。ボランティアで駐車場を誘導しましたが、満車で場内通路に多くの方に駐車していただき、ご協力感謝ですと。そして山がパルセロの両サポーターの方も多数来場していたことを、ぜひ報告させてくださいと。そして添付の写真作陸から望む浅間山と、アルクマ過去長野県、キョンタ君、キョンタ君、プルルちゃん、プルルちゃん、プルちゃん東美市のキャラですね。そしてコモロン、コモロ市、ご当地キャラ、ね、ご当地キャラ第1弾の撮影会です。皆さん誰がどれかは予想してください。多分ね、キョンタはあるキョンタは分かるでしょ。アルクマ、コモロンがどれかちょっとね、コモロンどれだろうなということで、ぜひ花毛さんにはどれがどれだっていうのをまたちょっと教えていただければなと思います。はい、北信越リーグ第2部のグランデは、長岡ビルボード対戦し3-1で勝利しましたということでお便りいただきました。ありがとうございます。本日盛りだくさんだったので2つとさせていただきますが、はい、今後も紹介させていただきます。そして、紹介させていただいた方には5月アルジェリアのユニフォーム、プレゼントさせていただきますので、ぜひとも皆さんどしどしご応募くださいということで、応募方法を言っておきます。投稿は、もうサッカーにまつわることであれば何でもありです。もうメールから写真から動画は1分以内、ぜひともいただければと思います。送信先は Gmail、週明け11@gmail.com shuake11@gmail.com です。もしくはツイッターアカウント、週明け11 shuake11 まで、どしどし送っていていただければと思います。はい、でどうやって送ったらいいんですかっていうメールすら待ってますので、はい、さあそして、4月の当選者、はい、発表しましょう。週明けイレブン始まって初めての当選者発表でございます。じゃあもうこれ持ってください。4月のプレゼント、はい、どちらに、じゃん、奥アルチザンさん、はい、おめでとうございます。この今写真写ってますけど、はい、多分先週紹介したやつですね。先週ですね。第5回におそらく紹介させていただきました、はい、リベルタスチクマの、写真、ちょっとね負けて泣き崩れるキャプテンとかのその写真を、送ってくださった、奥アルチザンさんにこの4月のプレゼント、フランス代表ユニフォーム、フリーサイズ、うん、一番かっけーっすよ。
いらないと言わないでください。いらないって言ったらあの僕ら2人で押し付けても2人でサイン入れますので価値が下がる。今から練習します。価値が下がるっていうね、サインの練習です、はい、のでのでおめでとうございます。ありがとうございます。というのを5月はこのアルジェリアをかけて皆さんどしどし投稿ください。あのね、あの書き込みにね、はい、あの国内のユニの方が需要があるっていうコメントもいただきましたが、はい、あの我々逆張りですけど、そうですね、この緑はですね、なんとハリフジッチが率いてたアルジェリアですから、これ国内にこれが流通してること自体がすごいっていうね。そうなんです、はい、なんでまああの思い出ですから。そうですね、はい、いやもう、本当はこういうあのアルジェリアのチームになるはずだったのに的なことも含め、うん、このタイムリーなユニフォームを5月中に、はい、プレゼントさせていただきます、はい、ということでなく、はい、はい、のでので、皆さん投稿お待ちしておりますというのと海外より国内が欲しいなとは言われてますが、はい、あの検討します。大丈夫です、皆さん安心してください。徐々に国内のユニも6、7、8とありますから慌てずにね、慌てずに、はいお願いします。一休み。さあではエンディングですね。はい。エンディング行く前にちょっとコメントでね、あコメント、マスオさんって書いてきた方がいらっしゃったんで、あこれはマスクドイワキだなと思ってますからね。おい。毎度同じ。おいマスクドイワキさん。松田でございます。あとちょっとあの、はい、若干押してますけど、はい、あのもう視聴者の方もね、45分じゃなく1時間番組でやってくださいぐらいのね。はい、もうすでに10分以上押してるんで、ね。そうですね。はい、あの生放送のただちょっとせっかく。なんで、はい、こうやって見てくれてる人とこう少しこう共有したいんで、そうですね、コメントでね、はい、ANFC の監督ですって書いてあるコメントあるじゃないですか。これ厚木仲良しというですね、今日ちょっとまだ仲良しの監督がコメントくださったんですか、はい、すげえ、ちょっと取り払ったおで、日産に日産さんですよね、日産と監督のインタビューは来週やります、はいはい、すいません監督、来週あごめん日産さん来ると思って見ててくれたんですね、いやすいません引っ張っちゃった、来週この、 あの準決勝が終わって三決決勝の時に、はい、この仲良しはね、そうですね、さっきの厚木マーカスの OB も、はい、あの混ざってるようなチームで、うん、厚木の基地 にチーム名が仲良しなんで、そうですね、あ監督ありがとうございます、わざわざ見ていただいて、いやもう地域リベルそうですね、ありがとうございます。田島会長のサインをもらってきてから受けそうって、面白いですね。そうですね、その皆さんそれを書いてくださってる人が田島さんっていうのも面白いですよね、はい、田島さんなんじゃないかみたいな、まあこんな感じで、じゃあちょっとエンディングいきましょう、はい、はい、来週の来週の予定、うん、今週末ですね、はい、今週末の試合予定お願いします。ドン、J リーグから2-5とありますからね、皆さんもう明日ですね、これ5月2日、近くのスタジアムガンガン行ってください、もう本当、うん、絶対面白い J リーグがそこにありますから、もう J1 から地域リーグから J 隊までね、いろいろ見ましょうよみんなでね、J2、はい、我々がこの J リーグのチームを1も2試合2試合ですねこれね、はい、うん、明後日と3日と6日です、これちゃんとずらしてますから、 J1 も J2 も全部行けるようにしてるんです、さすが J リーグ、もう、はい、J3 チェアマンがすごい、 J3 も1日ずれてる、36、そうね、いやただこれは J2 と J3 は、被ってる、なるほどなるほど、はい、ちょっと選ばなきゃいけないですけど、どうかな、今度は弾幕ちゃんと片付けないでやれるかな、うん、はい、はい、次 JFL、 はい、 JFL、 はい、 JFL、まあ、武蔵野シティがね、ちょっと、傷心を抱えての三尾琵琶湖との、ああ、奈良対今治だ、おお、来ましたね、 J3 クラブライセンス保有クラブ同士のね、これ4位以上狙ってますから、両チームともね、来ましたね、はい、しかもあの奈良の、はいはい、熱くなりますからね、奈良のあそこは、 あとあのバンラーレ八の対ホンダロックは、あの先週の放送でね、はい、ティガーマスクさんに腹スポンサーがついたとかの全日本プロレスのチャンピオンがっていうあの先週その噂のやつですね、お知らせしたあれですね、はい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 、こんな感じです、あと東北対決ですね、ソニー仙台対ラインメール青森、はい、ああなるほどね、明日です、明後日か、明後日ね、うん、はい、次明後日の次がまたこの2試合あるんですよね、日曜日 JFL 過酷だな、本田対奈良、今治対大阪とか、何気にこのいいですよね、あ今度青森と八戸ですよ、うんうん、はい、ありがとうサービス夢スタジアムまで、なんかあの、はい、第9節どの試合もね、ほらコバルトーレ対ソニーとかで、これも東北のね、同じ宮城県の ね、なんかいい、うん、ゴールデンウィークにこうすごくいい
ちょっと合わせた可能性ありますね。で、あの FC 丸安岡崎がゴールデンウィークどっちもアウェーっていうの、ね、ほら近いじゃない、三重と岡崎も近いし、大分とテゲも同じ九州の中でとか、なんかなかなかこうちょっと工夫した、ね、ココちゃんはゴールデンウィークに大移動するのかな。もう毎回ココちゃんのことこんだけ言ってるから、ココちゃんちょっと松田さんがずっと言ってました、あのココちゃんの投稿動画が、投稿メールが欲しいと言ってました。いつ来るのかな、初めて の, あの電話みたいな、ね、丸安関係の方ぜひお伝えいただけませんでしょうか。初めての公衆電話、はい、じゃあ次行きましょう、はいはい。東北リーグ一部第3節は、はい、ガンジュが釜石とやって、ゼブラがブランデュー、ブランデュー広前、広崎でしょ。あ、いや広崎か、広崎失礼しました。広前って広前別でしたね。向かい風が吹くかな、丸子ゼブラね。はい、じゃあ次、好きだな、はい、北リーグの北、はい、いやもうね、名前がとにかくね、僕らも毎週お送りしながらね覚えてきますけど、ね、そうですね、おいらせたいサルタ工業いいな、名前対決のナンバーワンですね、ここ、はい、ではじゃあすいません、次行ってください。あの北斗銀行サッカー部、僕が好きですから、はい、パラフレンチ、相変わらずこう南っていうのは試合が1試合しかないですから、そうですね、こう我々調べですかね、はい、もう FC 仙台の大学生がやたら毎週パラフレンチだけはどんどん試合消化してるなって気がするんですけどね、そうですよね、パラフレンチずっと試合してる気がするな、はい、次行ってください、はい、はい、関東は5試合、関東一部5試合、うーん、ただ、まあ、栃木ウーバー対ジョイフルホンダつくばでしょ、ジョイフルホンダつくば昇進あとは浦安と、浦安と23というのはこのね、あの千葉と東京のこう川を挟んだね、あ、そうですね、一番近いクラブですね、江戸川ダービーにしたでしたっけ、そうですかね、確か名前をもうクラシコ、あの江戸川クラシコだ、うん、そうそうそう、江戸川クラシコ、江戸川クラシコにしたの、クラシコっていうの好きだな、はい、さあ次2部、はい、と2部、早稲田対日立ビル、これは東京のチーム同士ですね。あ、エリースが何だったっけ、 FC が取れたから、なんかね、チーム名に FC が取れましたってさっき書き込みいただきましたから、次週から直しますので、うん、失礼しました。はい、あとコブラ対エスペランサもこれは神奈川のチーム同士ですね、カモメパーク、はい、こんな感じです。さて次、北信越ですか、中国で行くんですか、はい、北信越はないでいいですか、中国行くんですか、ね、はい、でソーラ対、何回、はい、ね、松江シティね、いやでもね、三菱水島 FC がね、僕なんかこの中国リーグの鍵を握りそうな気がすごいしてるんで、ちょっと注目しますね、本当に名門ですよ、中期リーグの JFL のいたねチームですから、はい、さて次、最後終わり、あ、これが最後なんですね、以上コメントでビアカツはっていただきましたけど、ちょっとね、あのビアカツさんのやつを紹介しすぎるともうビアカツチャンネルになっちゃうんで好きなんですけどね、はい、さあ、はい、1時間経ちましたというあのタイムキーパーから、はい、もうだんだん1時間番組ですねっていうね、はい、これで本当にエンディングなん で、ね、以上駆け足で、はい、この週明けイレブン第7回放送もね、はい、無事に検査のおかげで無事に検査の厳しい顔を僕ら見ながらもうひしひしとやらせていただいてるんで、途中ちょっと音割れがあったと申し訳ないですけど、はい、なかなかまあ、 あの、うん、でも中身の濃いレポートもできたと思うので、はい、はい、じゃあこんな感じでもう締めていいですかね、うん、はい、お伝えし忘れてることはないと、全然ないです、はい、もうオールオーケーなのでこれでエンディングです、はい、ありがとうございます。じゃあ、もうね、あの浸透させるためにも、最後もこの言葉で締めさせていただきます、重たい週明けの空気をサッカーでちょっと明るく、それではご唱和ください、週明けイレブンということで、また来週、次回は月曜日か、来週は月曜日やります、生放送だったら嬉しいな、シャイ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 